徒歩で、岡本の自然と歴史を楽しむコースと大倉の湧き水と国分寺凱旋コース、歩いているからこそ出会える美しい景観や新たな発見、それらを切り取りカメラに収めながら健康的に歩いていきましょう。まずは大倉の湧き水と国分寺凱旋コースのご紹介。東名高速道路上に架かる第六天橋を渡ります。四季折々の景観や飛来する水鳥の姿が見られる千川沿いを歩き、木漏れ日と湧き水のきらめきが美しい大倉三丁目公園を通って大倉運動公園へと向かいます。絹田という地名は明治22年に作られた日本でただ一つの地名です。その語源は布や縄を叩いて柔らかくする絹田という道具から来ています。日常的に使い、みんなの生活を良くしてくれるものという縁起を担いだ地名とも言われています。大倉の湧き水と国分寺凱旋コースを一周した後は、この連絡コースを歩くことで岡本の自然と歴史を楽しむコースへ行くことができます。連絡コースの途中では関東の富士見百景の一つである富士見坂から眺められる景観が人気のスポット。岡本公園一帯はとても多くの緑にあふれ、静かな時の流れと美しい文化の営みが見られる静嘉堂や、すぐ隣には世田谷区指定有形文化財の旧小坂家住宅と美しい湧き水の流れる庭園が魅力的な瀬田四丁目旧小坂緑地があります。そんな絹田地区をめぐるおよそ45分、5100歩の大倉の湧き水と国分寺凱旋コースと、およそ30分、3500歩の岡本の自然と歴史を楽しむコースの見どころをご紹介します。まず訪れたのは岡本公園民家園です。岡本公園民家園は区の有形文化財第1号に指定され、江戸後期の典型的な農家の家屋があります。生きている古民家をテーマとし、母屋内にも自由に入ることができ、民具などに触れることもできます。また農村に伝わる行事なども行っているので、昔ながらの生活や風習を体験することができます。そして民家園があるここ岡本公園は、国分寺凱旋から湧き出た水のせせらぎが至る所で見られ、それらは公園前を流れる丸子川へと合流します。岡本公園の近くには松本記念音楽芸品館があり、ここでは演奏会などが行われています。施設を見学するには電話予約が必要です。どうも、カメラマンの水谷です。よろしくお願いします。今回コースを回るのは写真家の水谷充さんと、日本大学商学部の西村健太郎さん、三浦飛鳥さんです。色の違いとかはこういう太陽に透かして撮ってあげるとすごく違いが出しやすいので。岡本公園を後にし、丸子川のせせらぎに沿ってしばらく歩くと、木で床打ちされた遊歩道が整備された箇所があります。丸子川沿いから離れて次に向かったのが静嘉堂です。静嘉堂は昭和15年に設立、
平成4年4月、新館が建設され、静嘉堂文庫美術館が開館されました。岩崎彌之助氏、小谷氏の親子2代によって集められた国宝7点、重要文化財84点を含むおよそ20万冊の古典籍と6500点の東洋古美術品が収蔵されています。美術館は展覧会会期中一般でも観覧可能であり、貴重な収蔵品などを目にすることができます。また庭園も美しく整備されており、高台からの見晴らしは爽快であり、秋には紅葉が綺麗です。ツツジの花をはじめとして四季折々多くの草花が咲き乱れ、写真を撮りながら散歩をするのにうってつけです。明治43年に作られたこちらの霊廟は、鹿鳴館やニコライ堂、三菱一号館を設計したジョサイア・コンドル氏による建築で、都の歴史的建造物に選定されています。静嘉堂を出てすぐ目の前に広がる深い緑へと向かいます。次に訪れたのは瀬田四丁目旧小坂緑地です。園内には区指定有形文化財旧小坂家住宅と紅葉や竹林が美しい湧き水の流れる庭園があります。この庭園は世田谷区ならではの斜面樹林で構成された緑地になっています。邸宅は昭和12年に衆議院議員などを歴任した小坂純三氏の別邸として建てられました。2階建てで洋風の寝室部分、和風の母屋部分、そして山小屋風の書斎部分から構成された趣深い建物です。また世田谷区内の福祉作業所による手作りのお菓子などが販売されていて、歩き疲れた体を癒してくれます。岡本の自然と歴史を楽しむコースの途中には岡本地区会館があり、車椅子用トイレも設備され、ちょっとした休憩も可能です。あー、富士山は見えないか、今日は残念。住宅街の中に突然現れた大きな坂が富士見坂です。その名の通り富士山の見える坂で、関東の富士見百景にも選ばれています。縦位置で撮ったりするの。そうするとね、縦長の画面っていうのは真ん中に視点が集中するから、目線の誘導がドンピシャみたいで、ど真ん中にドーンって富士山があれば、おすげーって感じ。広さも出る。三浦さんとはここでお別れ。富士見坂を後にして次のスポットへ向かいます。ここで少しコースを外れ、千川沿いを歩きます。次に訪れたのは第六天橋。東名高速道路上に架かる橋で、天気がいい日は流れる車の向こうに富士山が迫ります。このネットにピント合わせちゃう。そこにあるいろんなものを利用して、そこの空気感をどうやって表現するか。
再び千川沿いを歩きます。コースから外れ少し足を伸ばすと東宝スタジオがあります。東宝スタジオの魅力について話を伺いました。こちらの東宝スタジオは絹田地域にございます。それでスタジオとしての大きさ、こちらが日本最大級というふうになっております。数多くの名作映画たちはここ世田谷区の東宝スタジオから生まれてきました。その壁面には高さおよそ11メートルのゴジラの壁画を見ることができます。目の前には記念写真を撮影することができるスペースもあります。よろしければ立ち寄った際にゴジラと一緒に撮影してみてはいかがでしょうか。こんにちは。ここから新たに日本大学の山際直さんと野上雄一さんが合流します。ここ大倉三丁目公園は大倉住宅の敷地内にある自然をそのまま生かした公園です。スマートフォンでの撮影のワンポイントアドバイスを伺いました。割とブレやすい、撮った時にこうなんか動いちゃうのかな。そういうのを注意するだけでもだいぶ良くなるんじゃないかなと思うんだよね。大倉住宅のあたりは桜も見どころです。そして最後にやってきたのは大倉運動公園です。この施設は体育館とか陸上競技場とか本当にいろんなスポーツができる施設になってまして、自然もすごい豊かなので四季折々の自然を感じながらウォーキングとかランニングとかも楽しまれる方いっぱいいらっしゃいますね。またこちらは東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のアメリカ選手団のキャンプ地に決定しました。東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げられたらいいんじゃないかなと思います。 SL のある広場へとやってきました。ここで最後のワンポイントアドバイス。まあ面白いところをいかに切り取るかっていうのは何だか分かんなくてもいいんだよね。何だか分かんないけど何だろうなっていう感じはあるじゃん。だそういう狙い方は一つありだと思う。せっかくこう近づけるっていうことでなんか狙っていくと面白いんじゃないかな。参加してくれた日本大学の皆さんありがとうございました。今回の散策を終えて撮影の腕は上達できたようですね。岡本の自然と歴史を楽しむコースと大倉の湧き水と国分寺凱旋コースでは絹田地区のさまざまな側面が楽しめます。岡本公園、聖火堂、瀬田四丁目旧小坂緑地、富士見坂、大倉三丁目公園、大倉運動公園以外にもコース内には歩いて巡れるたくさんの見どころがあります。歩くことで生活習慣病の予防や健康の増進につながります。歩数計をつけて何歩歩けるかチャレンジしてみてはいかがでしょうか。